皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ大阪からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの岡くんです。いつもの岡です。お願いします。今回紹介する車はこちら、カリナンブラックバッジということで、ブラックバッジ、はい、続けてのブラックバッジなんですけども、そうです、最近ロールスフィーバーですないない、そんなフィーバーないブラックバッジが続くのもそうそうない。まあそうですね、これでもブラックバッジっぽく見えないところがなんかいいなと。そう、あ、そうでもない、そうでもないですねいやもうこのイカツさんはもう絶対ブラックバッジだなってことなんですけど、いや、まあ、先に言っちゃうんですけど、本当にお世話になってるお客様で年間に10から15台ぐらい乗り換えます。毎月じゃん。もううちでこう、あの、ありがたいことにいつも3台体制なんですよ。お客様の車のラインナップを全部僕が決めるんですよ今これとこれとこれがありますと、あ、じゃあそろそろこれ出そうかな、次何しよう、あ、じゃあこれどうですか、じゃあこれにしよう、じゃあ次これどうしようみたいな感じでこういつもぐる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 と。なるほど、はい、そんな中の1台今回ご紹介。そうです。で今回この新車購入の経緯もお話ししていいっていうふうに、はい、オーナー様より許可を得てるんで。そうなんです。面白いエピソードがあるんですよね。そうなんです、はい、今回もうざっくりなんですけど、込み込みで正直6000万を超えてます、はい、こちらの車マンション本当に価格がそう6000万超えてて、オプションのこれボディカラー、 はい、これ、さっきオーナーさんに確認したブラックグリーンっていう色なんですけど、僕とお客さんの思ってた色はもっと緑だったんですよあのちょっと海外のインスタで見た色がすごいかっこよくて、で後でご紹介するんですけど、ホイールもこのホイールのついたグリーンのカリナンを見てこれやりたいってなって、さすがにグリーンのカリナンはまあ出てこないじゃないですか。でも新車買っちゃいましょうっていうことで、ディーラーさんで新車でまだ行けますっていうこと、まあ、あの色の名前も分からなかった、まあ、こんな感じの色なんですけどって言って、でそれで、あ、まあ多分この辺りですかねって、そのディーラーでもそんなにグリーンが出ないんでしょうね、こんな感じですかねって頼んだら、ちょっと思ってた色と違うんですよあの色を近くで見ていただけると分かるんですけど、はい、なんだろう、チャコールに近いのかな、グレーっぽい。そうですね、なんかグリーンっていうよりはちょっとそのグレーっぽいんですけど、うん、でも写真とか撮る角度によるとすごい緑に見えるんですよ。だからこう光の当たり方によって、はい、さっきこうドア開けたりとかしたけど、はい、緑に見える、そう、すっごい深い緑に見えるっていう、そう、そういう感じの緑に見えたり、青にも見えるんですよね、うんうんうん、青にも見えるし、ちょっとネイビーっぽくも見えるし、グレーっぽくも見える、すっごい不思議な色なんですね、すごい不思議な色なんですけど、車が届いて納車で電話かかってきて、お母ちゃんなんか色が違うって言ってほんまに言ってますって言って、まあ、写真送っていただいたら、ちょっとちゃいますね、まあいいやって、はい、あのですね、ツッコミどころが満載なんですけどまず、はい、あのオプションってすごい金額なんだよね、このそう、ボディカラーが300ちょろぐらいしてますあの、はい、車買えます、普通の車買えますそうで、普通300万円のオプションのボディカラーにするんであれば、はい、もうちょっと慎重にこうなんだって全く色のちょっとあのプレートとかないですか、はい、そうですね、あのよくこうディーラーにかかってるような、そういうのは別にいいやと、はい、色にグリーンって入ってるからこれ緑しようっていう、なんかブラックグリーンっぽくねって言って頼んだら違うん、そんなノリでボディカラー注文する人聞いたことないそう、いや、なんかオーダーした時に僕もお母ちゃんブラックグリーンって色にしたって言って、暗い緑っぽいですね、あの色っぽいですねって言って、まあ、僕もそのロールスのグリーンの名前全然知らなくてできたらちょっと思ったのと違うくて、確かにオーダーでもめちゃくちゃ種類あるからね。そうですね、もうロールスはめちゃめちゃあります。ネーミングだけで選ぶのは危険かなBM のカーボンブラックみたいな感じ、あー、カーボンブラック頼んだらあのネイビーが来たみたいな、そんな感じなんです。逆に僕はあのすっごいかっこいいと思います、はい、これ最初はあーなんかちょっとやっちゃったなみたいな感じだったんですけど、そっからもう多分あのホイールとか入れたら変わりますよってやったら、あ、めちゃめちゃかっこいいな、めっちゃかっこいいなと思って、この色、こんな色の見たことない。だからあえてこれをカリナンでやって、しかもブラックバッジっていうのがいいなって、ただ最初に想定してたのとはそうそう、ちょっと違うんですけど、はい、これが全体このボディカラー、はい、これすごいね本当に、はい、で今回ツートンとかじゃないんで全部この色ということで。そうですね、ボディカラーは全部これで、ここの下回りのこれちょっと今回塗ったんです。ここね、はい、こことこことここと、これ別パーツなの？別パーツなんですけど、なぜかここだけマットブラックなんですよ。
ちょっと高級感がなーってずっと思ってて、ここを塗るのはもうちょっとマストでやりたいということで、ここ下回りボディ同色塗って、これすごい絶妙な色合いだけどちゃんとこう調色できてて、はい、まあ当たり前なんですけど、もうそうですね、あの板金屋さんに緑ですって言って、でも思ったより合わせやすかったみたいです。はい、こんな絶妙な色合いでここが同色、はい、これだから一体感すごいね、前ね。そうなんですよ。だからもうその、 あのマットブラックでの安っぽい感じというか、なんかあれが全然払拭されるんでいいなと。じゃあ結構カリナン乗ってる方でやっぱり気になるんだよなって方はもしかしたらいらっしゃるかもしれない。これおすすめですね、はい、まあ、いろんな色でできると思います、はい、塗れます。そして今回はエアロパーストがついてないんですよね、はい、全くついてないです。岡君と紹介するのは、はい、結構こうフロントサイドや車外のタイヤをやるっていう感じが多いんですけれども、今回はもう本当にさらっとめっちゃシンプル、はいはい、けどもう色が効いてるからめちゃくちゃかっこいい。そうなんですよ。もうこの色ありきというか、エアロつけてもかっこいいんですけど、ローダウンホイールちょっと高級感アップだけで全然いいなと。あとこの結構黒系の色なんで、もうブラックバッジのそのブラックアウトがめちゃくちゃ似合ってるって。そうですね、ここがもうあのダーククロームになってる、悪そうな感じと高級感な感じと。 そして足元言っちゃうと、このホイールつけるためにカリナン買ったぐらいです。あ、そうなんだ。それぐらいです。どういうこと？あのお客さんとそのじゃあ次 SUV 何か、まあまあ、あの基本 SUV なんですよ、まずスタートは。そうなんだ、はい、今あの G63 とか、はい、あとあのボルボとか、前にあのプジョーをちょっといろいろ触らせていただいたりと、まあ、一通り乗られてきたんですよ、その SUV は。で、あの、まあ、次 DBX が来るんですけど、はい、でその中でまあちょっとカリナはちょっと避けてたところもあったんですよ。ええけどでかいしなみたいな話もずっとしてたんですけど、このホイール履かしてるカリナの写真を見た瞬間に、あ、もうこれやろうって言って、だからもうこのホイールのためにこっちがあるぐらいです。はい、これホイール全然見たことないメーカーというか、はい、これが海外のラックスカーチューニングっていう、そこのオリジナルホイール、はい、なんかちょっと純正チックな感じが。そうなんですよ、あのデザイン的に純正チックで、ロールスのフローティングのキャップもついて、でインチは24なんで。これ24なんだね。24です。あの車がでかすぎて24に見えない。あとデザインが絶妙すぎて大きく見えない。これモノブロックなんで、あの端っこまでちゃんと伸びてるんですけど、結構ここの天然ポリッシュのところが太いんで24インチぐらいに見えないというか、はい、あんまりこう大きく見せすぎちゃうと、はい、このタイヤが貧弱な感じが出ちゃったりだとか、いやなんか26インチぐらい履いてるようには見せたくなかったんで、はい、まあ、その目的によって大きく見せたい、はいはい、そうでないっていうのいろいろあると思いますけど、うんうん、今回本当に純正チックだけど、はい、とんでもないサイズが入ってる。そうです。でデザインもこれ、はい、ひねってあるんですね。そうなんですよ、回転方向があって、はい、でしかもこれ左右で違うという。そうです、はい、だこれはこっち向きでこうひねってあるんですけど、そう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 、反対に履いてるのは進行方向合うように、はい、逆向きで、こう逆向きで、はい、はあ、そうなんです。まあ前後同サイズなんで、カリナンとかって意外とホイール難しいじゃないですか。ブラックバッジってもともと22インチ入っててデザインもかっこいいんで、なんか落としてスペーサーでいいやってなっちゃうんですけど、やっぱり24ぐらい入れるとパリッとするな。だからこれ見比べたら多分相当違うんじゃないかな。そうですね、はい、あとやっぱりこの辺乗られてる方って、まあ、すごくこう振り切れちゃっていじる方も少なからずいらっしゃると思うんですけど、はい、やっぱりこうあんまり派手なことやりたくないっていう方もいらっしゃると思う。そうですね、そこにもうめちゃくちゃ合うんじゃないかなっていう、はい、ちょっとこう実はオプションであるんじゃないかなみたいな。確かに確かに確かに、はい、そんな感じの社外感があんまりない。そうですね、はい、そして先ほど僕が言ってた通りモノブロックなんで、はいはい、その内側にピアスボールとかあったりしないんで、はい、非常にシンプルで。そうですね、デザインもすっきりしてて飽きも来ないデザインになってるから。はい、あとはキャリパーなんかは、はい、このキャリパーはもともと赤色で注文されて、ちょっと中にアクセントで色を入れて。あ、なるほど、はい、その辺とつなげてある。そうなんです、はい、あと今回ローダウンが、はい、ロアリングキットで。なるほど、この辺はマストですね。そうですね、はい、まあ、だからもう純正タイヤホイールとか、はい、ローダウンだけでもいいと思いますし。そうですね、はい、これ今乗降モードで、走行モードになるともうちょっと上がるんですけど、普通につけただけだったらここまで下がらない。ちょっとマルフィ加工してもうちょっと下げてる。いろいろ調整できると思います、はい、今の車高に不満な方いらっしゃれば。特にカリナン安さ上げたり下げたりできるんで。そうですね、だからもともと高いですし、そんなに擦ったりっていうのも気にしないんで、逆に上気にするっていうパターンが多い人は落とした方がっていうのもあります。こんな感じの足元になっております。そして今回の車コーチラインはこのシルバーのコーチラインで、はい、コーチラインでシルバーに合わせてツートンに上をラッピングしようかどうかをずっと悩んでます。そういう風に遊んでもいいね、はあ、この色のツートンいいかもね。そうそうそうなんですよ、このメタリックのシルバーツヤありのこれでこう、はい、ツートンに
してみるも面白いなと。その最初見たグリーンのカリナンがその上半分シルバーだったんです。あ、そうなんだ。はい、だからまあそれに極力近づけるか、それかまあちょっと下回り塗ったことでまた雰囲気変わったんで一回このまま行くか、ちょっと今相談中です。確かにこうツートンが違和感なんかこう遊べるというか、はい、このローズの特権なんで、そうですね、はい、楽しんでいただいてもいいんじゃないかな、はい、あとは以前東京店でファントムの動画撮らせていただいたんですけど、はいはい、その時にコーチラインこう入れる作業シーンなんかもこう動画でご紹介させていただいたんですけど、はいはい、え、マスキングでやっちゃうのみたいなコメントいただいたんですけど、今のこのロールスのこのラインってほぼマスキングみたいですね。あ、じゃあ昔みたいに筆でいかない、あの公式 の, あの動画だったりは全部筆で書いてるんですけど、はい、実際板金職人さんなんかに見てもらうと、はい、これ確実にマスキングだねっていうでこの辺なんかが特にこの車とか、はい、ちょっと筆じゃ絶対出ないデコボコと、あと塗装面の最後がこう盛り上がるっていう、はい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 、だこれだけやっぱり台数出てるんで、まあ、おそらくそういうのも、まあ、公式で発表されてないんで、はい、まあ、もちろんその真偽はこう真偽はというか、まあ、職人さんが見たらもう絶対マスキングだよね、はい、へー、っていうのがあるみたいです。なるほど、まあ、綺麗ですもんねこの感覚、結構細かいところを皆さんに見ていただいてるんでいろんな、はいはい、ツッコミが入るんですけどもお気軽にコメントいただければ、はいはい、答えられる範囲でもちろん全力でお答えしますので、はい、お気軽にコメントください。そしてブラックバッチなんで各部黒くなってますし、はい、そうですね、はい、これ横なんかは特に塗ったり、このあここの下、ここやっぱり塗ってるんだね。そう、これがマットブラックになるんで、この色はまだ分かりにくかったです。白のカリナンとかだと車高高く見える。そうそうそうなんですよ。あと車のボリュームがこ う, そうワンサイズちっちゃく見えちゃう、はい、だからそこを同色の白に塗るだけでもう全然あのボリューム感が増す。効いてるね。だからここはもう絶対塗りたいっていう。なるほど、はい、ここなのか。そうです、カリナン持ってる方はかなりおすすめのカスタマーになってるんじゃないかな、はい、ここは結構おすすめです、はい、そしてリアも同じく、はい、そうですね、リアも同じサイズで、リアの方がちょっと太めなサイズ入るんで、今回あの2段止めの IID のスペーサーでちょっと面を調整して、絶妙な、はい、じゃあ本来はもうちょっと入ってる、もうちょっと入ってます。 25mm ぐらい出ました。あ、なるほど。じゃあ本当に純正っぽく履きたい方はスペーサー入れないで履けば、はい、もうありですね、はい、もうちょっと引っ込めてなんていうのもできそうだということで、そう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 、なんで前後通しサイズでしか設定がないホイールなんで、あとはもうちょっと面を調整して。なるほど、はい、まあ、その辺の微調整なんかもできます、はい、できます、お気軽にご相談ください、はい、そしてあとタイヤが24インチってことなんですけど、はい、やっぱり選択肢は少ない。そうですね、今はこれもあのベルデステインなんですけど、まあまあ、マートリー御用達のタイヤメーカーですね。そうそうそう、やっぱりまあこの辺が多いんですけど、まあでもこれから結構増えてくるんじゃないかなとも思うんですけど、今どんどんでかくなってる。そうですね、純正でも23とかが結構普通になってきたんで、タイヤメーカーもいろいろ作ってくるんじゃないかなと。僕免許取り立ての頃なんですか、20インチって言ったらもうびっくりするぐらい大きかったけどそうですよ、ね、今やもう SUV24 インチが、はい、そうですね、でやっぱりこう流通量が少ないタイヤになってくるので、はい、この辺もあの検討されてる方いらっしゃったら、はい、早めにタイヤの確保がの方がいいです、ね、おすすめなんですよね、はい、特にアメタン、そうそうそう、アメタンのフェラーリのサイズとか、まあ、あのこういう大きめな24インチとか結構なかったりとか、ホイール半年かかってタイヤの方が遅かったってパターンもあるあるなんですよ、はい、なのでもうこの辺検討されている方はタイヤの相談も、はい、まあ、一緒にしていただいて、ね、早めにオーダーがおすすめでございます。はい、おすすめです。そして後ろも、はい、後ろもこれペイントはどこかされてるのかな、はい、後ろが一番塗ったんですよ、はい、ここから、え、そこ全部樹脂なんだっけ。ここからもう樹脂なんですよ。ここからこう樹脂で、で、ここはあのマフラーエンドは、はい、あのブラックバッジなんでクロームになってたんですけど、うん、もうここ全部そうです。あのカリナンをそうそうあの日常生活で見ないはいはいはい分かんないですけど、はい、ここ全部樹脂なんだね。そうです、もうここ全部樹脂で、で今回あのここ、はい、まあ、ちょっとディフューザーって言っていいのかっていう、うんうん、ここだけグロスブラックにしました。あ、なるほど。ちょっとまあブラックバッジであの全部同色にしてもよかったんですけど、ちょっとなんかあのボテッとした感じになるかなと、ここだけグロスブラックにちょっと塗り分けして。なるほど、はい、今回本当に派手なことやってないんで一体感すごくて、そうです、ね、どこいじったかがわからないそうそうそう、でもそれも狙い通りという。そうですね、こんな感じのペイントカスタムをして、はいはい、あとはもう各部黒いんで、はい、毎回言ってますけど、はい、ボンドの仕事がありません。そうですもう本当にやっぱりもうブラックバッジ買える方であれば、はい、ブラックバッジ買っていただけると内装もかっこよくなったりとか。そうですね、内装も漏れなく黒になったりと、はい、まあ、非常におすすめの車種なのかなと思います、はい、じゃあ続いて内装の方も、はい、毎回これあの特に何かしたわけではないですけども、はい、この手の車なんで、そうです、チェックしたいと思います、はい、よいしょ。これ赤のアクセントがダッシュボードだけに入ってるんだね。そうなんですよ、もうここだけをキャリパーに合わせて
ここにこうライン入ってるんですけど、あともう一個ヘッドレストに、あ、本当だ、ヘッドレストマークが入ってるんだ。ヘッドレストのロールスロイスだけ赤、こういうのも全部細かくオーダーできるんだよね。そうです。で、赤もいろんな赤があるわけだよ。そうです、 いっぱい赤があって、はい、今回キャリパーに合わせてこの発色いい赤じゃなくて、そう、ちょっとトーン落としめの赤、落としめのやつ、はい、そしてブラックバッジなんで例のパネルになってて、はい、そうです、カーボンの。これ内装も、まあ、新車だよね。だから新車です。ちょっと乗ってる、あの岡が乗ってるなど、お客様よりかも、そうそうそう、担当者の岡君の方が、その話も言っといてって言ってます、はい、乗ってるんじゃないか疑惑ありますけども、はい、新車で納車されて駐車場に入れて、僕がいじるのに取りに行って乗って帰ってきて、近くの板金屋さん行ってとかで、今のところ僕が一番乗ってますありがとうございます、はい、ありがとうございます。そして当然のようにスターライトヘッドライナー、はい、そうですね、スターライトヘッドライナーもう必須で、何入れといたらいいっていうことで、いや、もうスターライトは入れといた方が、あの標準装備かっていうぐらいでもこれもオプション結構しますからね、100万円以上の、以上しますね。こちらがついております。でもなんか結構サンルーフも人気らしいです、最近聞いてると。カリナを2台3台4台って乗り継いできてる人は、スターライトすごいおしゃれでいいんですけど、途中からサンルーフでもいいなってサンルーフを選んだりするみたいな。飽きる。そう僕はスターライトがいいですね。両方経験できるってすごい。そう、あの2台3台4台ってカリナを乗り継ぐっていうのが僕にはあんま分かんなかったんですけど、ただお客様からこうご用命いただいて、はい、あのオーダーに関わらせていただく機会は多いんで。そうですね、いろいろご相談いただけると、はい、こんなの良かったですよとか。そうですね、はい、あの実はこんなオプションできますよとか、はい、ご提案できると思います。はい、じゃあ最後になりますけれども、はい、あの最初に話に出てきた年間15台ぐらい乗り換えると、はい、こう結構いろんな意見があるじゃないですか。あります、はい、なんかこう女性に例えて言われたりだとか。あ、そうそうですね、だから僕の個人的な意見ですよ、はい、個人的な意見としては、はい、あのそういうことができる方であれば、はい、あの楽しんでいただいてもいいと思います。そうですね、楽しんでいただいた方がいいと思います。やっぱり乗ったら何が良かった、ここはダメだったって、すごいいいってみんな言うけどこれがなみたいなとか、そういうお客様の声を僕ら聞くと次の提案とかもしやすいですし、この前ブログに書いたんですけど、ゲレンデ今あるんですけど、ゲレンデ3代目なんですよ。全部限定車で、エディションマットブラックからマニファクトゥアエディションマットオリーブグリーンで、今が20周年のアニバーサリー。でも結構いろいろ仕様が違ったりだとか、色が違ったりすると、やっぱりこう気分的なものだったりだとか、はいはい、で全部そうカスタムしてるんで、あの車も良かったな、でも今回のこれの方がいいなみたいなとか。だからもうぜひ楽しめる方は、そうですね、楽しんでいただいて、はい、まあ、何かお手伝いできることがあればぜひ、はい、全力でやらせていただきますので、はい、ぜひボンド大阪にご相談ください。ぜひぜひ。というわけで、はい、ボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。一回撮り終わったんだけど、どうしても岡君が言い忘れたことがあるということで、はい、そういうノリで情報量が多すぎるんですね。そうですね、そうですね、はい、いや、スペシャルな車が、まあ、そう、次は DBX が来ます。あ、そうなんだ。ずっと欲しいな欲しいな、買おうかなって何回もこう買おうと思ってやめて、って何でしたっけ、エディション707、あのね、DBX が少なすぎてさらに限定されて分かりません。もう707馬力のあのエアロモゴッツインについて、でそれアストンからこうオファー来て、まあ、お客様を見に行って、なんかちょっとスパルタンすぎたって言って、いや、かっこええんやけど中古でいいかなみたいな。でかっこいいんがカーセンサーに出てきて、これ買おうって言って電話したら3人待ちで、へえ、多分落ちてこないですねって言ったら出てきて。あ、そうなんだ今ちょっと名義変更とかやってる。なるほど、納車待ちということで。そうなんですよ。じゃあそれももちろん何も触らないで乗るなんてことはですよね。ですよね、はい、じゃあ期待しちゃっていいわけですね、はい、昨日電話ではローダウンスペーサーぐらいって言ってたんですけど、ですよね。じゃあ近々、はい、まあ、ちょっと時間かかりますかね。そうですね、はい、まあちょっとホイールは22インチ入ってるんでDBX もまあ23か4入れたいですけどね。なるほど、やったことないですけど、 DBX すごい、 DBX がもしかしたらご紹介できるかもしれないということで、はい、皆さんお楽しみ、はい、待ってます。